小坂城とは、大阪府東大阪市小坂にある城郭風、建造物。城と名がつくが、理髪店を営む家主が廃材を用いて、自力で建てた、自宅と店舗を兼ねた歴史的な背景のない城郭風、建築物である。小坂城の天守閣、と単板と廃材で作られている。2006年7月16日撮影。自宅兼店舗で、 矢倉が並び五層の天守閣を持ち、小坂町内では、目立つ城である。外見ばかりではなく、木内には、騙しへの技法を駆使した大広間、十万坪の大庭園のほか、金紙を部屋一面に貼り付けた黄金の茶室を備えていた。上手によれば、初めから城を作るつもりではなく、約三十年前にガラクタを収めるための物置を、 城の矢倉の形にしたのが発端であるという。その後、矢倉型の物置を次々と作っていくうちに上格になったので、最後に大屋根に三層天守閣を作ったが、小さすぎるので改めて五層天守閣にしたという。家の中も書院作りとなっている。廃材やトタン板などを利用したすべて手作りの城であり、総工費は五万円だという。上手によれば、 最もお金がかかったのが、書院の間に飾ってあるおんで、金箔が貼られていて10万円である。当初は金色の色紙を貼って作ったものの、湯を入れるとすぐに剥がれたため、やむなくあつらえたとのこと。二番目にお金がかかったのは、天守閣建設に用した途端いただい。上主自身は、利用士だが、学生時代から日本建築が好きで自力で城を建てるのが夢だった。 先祖である、大見国の磯野氏は、大見源氏京国氏からの分家で、近い先祖は、四国さぬき丸亀藩京国家の重臣だったが、幕末の廃藩地権で本家筋は、京国家に従って、東京へ転居し、文家筋は、貧困を余儀なくされた。その貧困から生まれた城が、この小坂城であるという。2018年に、近畿地方を襲った、台風21号により、 天守部分上部が吹き飛ばされた。2019年1月5日に NHKBS プレミアムで放送された、毎度、修繕屋ですは、小坂城再建がテーマとなり、最終的にビルの壁画として再建を果たした。ABCDE、小坂城、屋根の上苦しゅうない AB、台風で落城した小坂城が復活。NHK、修繕屋の手で蘇る。 週刊東大阪。2020年2月2日閲覧。ありがとうございます。